揚げバター揚げバターとは、揚げ衣、またはパン粉で包まれたバターを揚げた、スナックフードである。この料理は、アメリカ合衆国の一部の物産フェア、それらの中でも特に、テキサス州ダラスで開催される、テキサス州産業物産フェア及び、アイオワ州デモインのアイオワ州産業物産フェアで、販売されたことがある。バタフライと呼ぶ人もいる。テキサス州ダラスのアーベル。 ゴンザレスジュニアが開発し、2009年のテキサス州物産フェアで提供した。これは冷凍し揚げ衣をつけたバターを使用したもので、その年の最もクリエイティブな食品賞を受賞した。アイオワ州産業物産フェアに出たバージョンは、冷凍バターに蜂蜜とシナモンで味をつけた揚げ衣をつけ、キツネ色に揚げた後、糖油をかけたものであった。アイオワ州のものは、 ボール状で串に刺さっていた。揚げバターはテキサス州産業物産フェアでも出品されており、これは串に刺さっており、プレーン、チェリー味、ブドウ味、ガーリック味で販売された。テキサス州ダラスのフェアでは4万食が売れた。2011年のカリフォルニア州コスタメーサのオレンジカウンティフェアでは、揚げバターはチョコレートベーコンとセットになっており、 感情動脈コンボという名前がついていた。ABC ニュースはこのセットメニューの価格設定を比較し、10ドル50セントは、心臓外科医に通う健康プランの共同支払いの金額に匹敵すると述べた。揚げバターの断面揚げバターの味は、フレンチトーストの味と比較され、未だかつてない濃厚なバター味のパンのようであると、されてきた。バターは調理の際にほとんど溶けて、 衣に混じり合うと言われる。ホイップバターを使ってもよく、この場合は通常のバターを使うよりも濃厚さが少なくなる。食べると衣の内側で溶けたままのバターがドクドクと流れ出し顔や指にかかることがある。ABC ニュースはこの食品を血管を詰まらせるスナックと描写した。衣、揚げ油および糖を含まない状態で揚げバター一本分のバターは およそ400キロカロリーある。この料理は、不健康なアメリカ料理の恒例となり、ロサンゼルスタイムズ紙は、地上で想像し得るものの中でおそらく最悪の料理と、評した。アメリカ合衆国では著名なシェフであるポーラディーンが揚げ、バターボールのレシピを出版した。このレシピでは、クリームチーズとバターを混ぜて凍らせたものを、衣をつけ、再び凍らせてから揚げる。このレシピでは、 加熱時間は短く、わずか10から15秒であり、その結果調理後は薄い金色となる。この料理はあまりに悪な高くなったので、アメリカ合衆国の政治家たちが揚げバターに関するコメントを述べている。サラ・ペーリンはフェアに行ったら、ぜひ試してみたいと述べている。レストラン評論家、アントニー・ブール団は、世界で最も奇妙な料理であるとし、揚げバターの出現は、 共産主義者の陰謀だと述べた。ありがとうございます。